お疲れ様です。ケイリンいつきチャンネルいつきです。さあ、ヤヒコケイリン G1 ね、2日目ということになっておりますので、6レースから12レース、2位予選の方を楽しんでいきたいなと。 6レースから12レース、すべての、ね、予想の方はメンバーシップの方で公開しておりますので、予想が知りたいなと思われている方はね、ぜ、ま、ひ、あ、ともメンバーシップご登録、説明欄に URL 貼ってありますよね、まあ、そちらからのご登録をお待ちしております。えー、初日は10、11、12度、ね、予想の方をしまして、しっかりと10レース、2車単満車券1本目、 ゲットしているということになっておりますので、さあ、あとね、今回祭で2社単マンコロ何本引っ掛けれるのかどうか楽しんでいきたいと思います。さあ、2日目に予選の、まあ、注目レースということでね、12レースの方を上げております。並びの方の確認、4番、2番、4番のマスに2番の平原、6、9、1、6番の小松崎に9番の佐藤慎太郎、1番の森沢と。 3番8番、3番の古障に8番の山田、5番の軍事7番の松浦は短期ということで、ここも細切れ戦ですね。さあ、ここ。 全員がね、準決勝の権利を持っているということなんで、まあ4番のね、マスギが逃げるのか、6番の小松崎が逃げるのかというところですね。3番の古障は、権利が確定しているね、レースでも、まあいつも通りのレースをしてくれるということなんで、まあここはね、逃げはないということで考えていくと、短期税のかましというのもあまり考えられないので、逃げるのは4か6ということになってくると。あとは4と6がもがき合うようなね、展開になれば、 3番の故障もしくは5番の軍事のまくりということがあるんじゃないかと。えー、そして4番、2番が逃げたときですよね。えー、ここを、まあ、3番の、ねえー、故障もしくは5番の、ねえー、軍事が取っているんじゃないかということで、まあ、3番手から、ねえーこうえー、まくりを、ね、打たれると、さすがの平原も、ね、援護しきれないんじゃないかと、まあ、いうふうに考えておりますので、 ここはね、4番2番が逃げると仮定するならば、3番か5番から狙っていきたいということで、まずは、初日もお世話になりました。3番の古承選手から狙っていくと、3番8番10.3倍、3番2番が18.5倍、3番7番が23.7倍とね、今のところカツカツね、2ャターン10倍を切るオッズがないということになっておりますので、ここは本戦集め、3から8、2、7、折り返し6点、ここはね、がっつりと行きたいところと。 あとは3からの抜けですよね、5番12.3倍、4番が59.2倍、9番が28.6倍ということをしっかりと抑えてと、えー、そして、えー、古椒選手よりも軍事選手が前にいたときですよね、まあ、ここは軍事選手で決まっていくということで、えー、5番、7番が19.4倍。 5番、8番が39.5倍。5番、2番がね、21.8倍とね、まあ、古生選手よりも若干オッズの方が高めなのかなということで、まあ、ただ、3番の古生選手と5番の郡司選手のポテンシャルというのは変わらないと思うんで、まあ、どっちが前にいて、先まくり、打てるだけなのかなということがありますので、郡司選手からちょっとね、オッズを落としてるようなんで、郡司選手からでも美味しいんじゃないかと思います。そして、郡司選手からの抜け、5番、4番、70 十二点九倍、五番六番二百十六倍、五番九番三十七倍ということになっておりますのでこちらの方をしっかりと球の配分考えてあとは十二レースどうなったのか結果見に行きましょうスタートです。一番は青森小原裕太、二番三重浅井孝太。 3番、神奈川、和田枕4番、大阪、神田晃介5番、神奈川、松井虎雄6番、福島、渡辺正光7番、和歌山、東口義朝8番、岐阜、志田流星そして9番は福島、渡辺一成6レース2次予選 B スタートしました。 真ん中4番神田康介まずは出て行って、うち1番小原悠太見合いながらのスタート3番和田まくる。そして2番浅井康太です。ペース上がらずに1番小原悠太がわずかに前に出て行って、そのまま誘導を追っていきました。2番手は2番浅井康太、そして7番東口義智3番手かわしていく9番渡辺一成小原裕太に連携取っていきまして、6番の渡辺正光まで加わります。 渡辺一成がまずは誘導との距離を詰めていきまして1番小原優太再び渡辺一成の前に出ていきます北日本3人ここの3番手が6番渡辺正光の体制中部勢が中断となりました4番手を得た8番志田流星連携する2番浅井孝太中部2人が中断4番手5番手そしてその後に7番東口義友が行っています マークは4番神田光介で近畿勢が中断後ろ回りの6、7番手。後方展開5番松井光祐3番和田まくる人気の神奈川ラインが後ろ攻めを取りました。3対2対2対 2, 対2、小間切れ戦は前受け、1番小原優太です。おととのヤンググランプリ発射、一次予選はスピード発揮の先行で、末もよく、 粘っての三着。そして九番・渡辺一成は、今日も活発に動いていける。軌道型の後ろでの勝負。六番・渡辺正光、一時予選、相手強化。そして、怪我明けの初戦の状況でしたが、クリアしてきています。北日本前から運んで、中部勢が中断のところ、八番・志田流星と二番・浅井光太。この両者、連携実績は、直近三場所では上位でまとめていまして、後ろ攻めの神奈川ラインが進出しています。 5番番松井友3番和田真久留両者で上昇を乗り換えて近畿勢7番東口義友が行って4番神田浩介の順番赤番、近づいて神奈川勢早めの動きで松井から和田この両者出まして1番の小原は下げていまして7番手になりました8番、志田流星も早めに浅井を連れての巻き返しになりそうでジャンマ前の攻防は8番、志田流星松井を叩いて先頭へ浅井幸太乗って中部の2人。 残り1周半3番手追い上げる7番東口ですが、ターンリーズ1番小原雄太の仕掛け、9番渡辺和成多少の口が開きましたが、追走していきますが、浅井が仕事を狙ってきて、1番小原から9番渡辺和成、この両者で出ていって、8番の下流星は3番手に入りそうか、そして5番松井幸雄も懸命に巻き返してくるが、3番和田幕はすでにマークを外しています。松井幸雄の短期まくり、北日本勢を捉えるが、渡辺和成が合わせる、並んでいる200を通過した、渡辺和成、松井幸友、そして切り替えて、浅井幸太がぐいぐい足を伸ばすが前が、 壁だ先頭は9番渡辺和成、中割って2番の中浅井浩太ですが渡辺和成合臨、五輪小原の先行ジャン前からの仕掛けになりまして、9番渡辺和成、ダッシュには多少飽きましたが、追いついて、その後はリカバリーする2段掛け、渡辺和成が制しました、2着には2番浅井浩太、そして5番松井虎雄が3着。 1>, 1番は静岡岡村淳2番佐賀山田秀明3番徳島小倉隆二4番長崎井上正樹5番静岡深谷智弘6番山梨須江浩二7番岡山川端智之8番群馬小林大成そして9番は熊本 神奈川タイとクリア、五番深谷智弘ハンドル握りました。合法なって七レースがスタートです。外枠の各社、で伺って六番末木浩二、八番小林大成関東両者が先頭二番手。その後3、三番小倉隆二、三番手で1番、一番岡村淳四番手になりました。前の位置は、関東上高勢で8、八番小林大成から6番、六番末木浩二、前後入れ替わりました。あと三番小倉隆二へ、七番川端智之がつけていきまして。 中四国2人が中段3番手、4番手さらに中段グループに静岡勢5番深谷智弘が位置を上げて連係する1番岡村淳です9番神奈川と、金谷泰斗き今日も後ろ攻めを取り今7番手に車を入れていきました金谷マークは2番山田秀明そして4番井上正樹の体勢4分戦で2対,2対2対2対3のポジション 8番の小林大成が前の位置2周目にコーナーからバックストレッチへ入りました8番小林の前受け再び上位級の活躍が待たれます後ろに6番末木浩二本大会3大会連続出場地元ビッグでの準決勝進出への勝負がけとなりましたその後ろに中四国2人控えます3番手7番川端智之特別選抜予選のメンバー7番川端に3番小倉隆二がマークを取りました 青番ケージを過ぎて残り3周回その後に静岡両者5番深谷智博です1次予選突っ張り先行で諸橋恵を勝利に導きましたが2次予選は同県岡村淳の前での勝負になりました6月の高松宮記念杯競輪以来の連携の静岡コンビ中段後ろで残り2周半9番、金タイトが動いていきます。 9番神奈川タイトの上昇2番の山田秀明4番井上まさ実力者がつけていって雨が降り始めました9番神奈川の上昇で残り2周8番小林大成同期対決ですが8番小林が9番神奈川を突っ張って出さないそれでも9番神奈川中段3番と降りそうですが間外れず7番川端の発進で乗るように5番深谷智弘、7番川端の上から5番深谷のかまジャンで主導権は静岡両者 動いて中断を得た7番川端3番手孝一。そして8番小林大成は現在は5番手。まだチャンスがありそうな関東勢残り1周切りました。9番金田大とは現在7番手からまくってさ、前と接近してくる。5番の深谷が先頭です。後ろ1番の岡村淳。3番手7番川端智之さらしさあ踏み込んでくる7番川端200を突きりました。5番の深谷。後ろ1番岡村淳が突きバテ。7番川端3番手から2番手に上がって、おぐっ。 小倉隆二が3番手と上がってくる先頭7番川端智之がかわしてゴールかなりの係りで一番岡村順序盤は仕事をしましたがいっぱ敗となり突き負けその後3番手から7番川端智之が2の足3の足を繰り出して最後は5番の深谷を捉えています2着には接戦川端マークの3番小倉と逃げていました5番深谷智弘 1>, 1番は長崎・山崎健人2番、愛媛・松本孝治3番、福岡・園田匠4番、大分・大塚健一郎5番、栃木・神山拓也6番、山梨・中島志恩7番、愛媛・橋本剛8番、神奈川・新村実紀そして9番は徳島 犬節雄也8レース2次予選 B スタースス次 B タトしましまた中から5番、神山拓也と6番、中島紫苑関東勢が出ていって1番、山崎賢斗が3番手そして4番、大塚健一郎4番手からいきます8番の新村実そして3番、園田拓がいって後方に3人9番犬節雄也、犬伏優也2番、松本隆治そして7番の橋本剛四国の3人です。 関東勢ポンと出まして1周目3コーナー6番、中島志恩の前受け追走5番、神山拓也の関東両者九州3人が中段締めていきます1番、山崎健人の後ろに3番、園田匠迎え入れて4番、大塚健一郎で九州勢3番手から5番手その後短期で8番、新村実が6番手追走となっています後方に位置を取って9番犬節也、犬伏優弥7番手に構えました。 2番番番松本本と7 7の橋本剛四国3人がが後ろ攻め7番以降で並びが整いました前受けは関東勢6番中島志穏今季 S q ビッグレースの初出場をここ地元で迎えています中島マークで5番神山拓也1次予選は5着からの2次予選 B への進出を決めましたその後に九州3人1番山崎賢斗 昨日はホーム痛烈なまくり上げで前段を捉えていきました。残り3周。追走には3番園田匠。2015年の大会の覇者。4番大塚健一郎九州3番手。振り下がり続ける4番大塚が九州の3番手固めで、あとは古軍奮闘8番新村実が短期で6番手。今日も後ろ攻め9番犬節優也。 そして2番の松本貴治と7番橋本剛が四国の3番手固め動いていきました9番、犬伏前受けは6番、中島詩音関東勢前の1年かありませんが中段では1番、山崎健と9番、犬伏に多少牽制を入れながら前へと動いていきましたが6番、中島詩音が同期9番、犬伏を受けて立つのか9番、犬伏まずは叩いて先頭に立ち1番、山崎賢とがジャンマイで発進。 犬節と山崎、スピードがあって、3番、園田匠口を開いて、今、4番手、外に浮かされています。四国3人が2番手以降、はまる展開となりまして。 残り一周切りました。二番手から踏み込む九番犬伏、山崎健人を叩いて、今度はまくり返し、二番松本隆春と、七番橋本剛四国勢、そして三番園田拓美が盾を繰り出してきて、今四番手から再び三番手へ来ている。橋本と園田が絡んでいって、あとは四番の大塚健一郎、まくった八番新村はいっぱいになっている。先頭九番犬伏優也、九番犬伏優也が先頭から並んで降臨二番松本隆春と並びました。一番山崎健人が短期先行というなるシーンの 最終ホームですかさず行きました9番犬節ラスト1周からの主導剣取り9番犬節の後ろ2番松本貴晴ゴール前伸びていますその後3着には今戦から切り抜けてきた4番大塚健一郎上がりましたが準決勝進出を決めたのは人気四国両者 1>, 1番は大阪、稲川翔2番、岩手、中野慎二3番、千葉、和田健太郎4番、神奈川、松谷秀幸5番、岡山、岩津勇介6番、長野、菊池健人7番、福島、渡辺幸徳8番、福島、佐々木雄一そして9番は福井、寺崎康平 9レース二次予選 A スタートしましたまずはスッと1番稲川翔から出を伺い3番和田健太郎うち2番中野真二並んでいますあとも集団で4番松谷秀幸和田健太郎の後ろへ位置をつけていきますが2番手はまだ並んでいます中団がどうなるか3番和田健太郎と2番中野真二です そして四番松谷秀幸の後ろに五番岩剛祐一週目三コーナー隊列が決まっていきそうです。五番岩剛祐短期で動いて今三番手から二番手の外側。六番菊池武人が上昇し、九番寺崎こ平がエース取った一番稲川翔へ追いついていきました。近畿が前からとなり、その後は二番中野真二。七番渡辺幸則、そして八番の佐々木雄一と並んでいましたが。 1社前に5番岩津ゆすが入っていって近畿の3番手は短期で5番岩津ゆす単独です。2周回目対列決まりまして2対1対3対3の体勢。先頭ユドインの後ろに9番寺崎光平がつけます。一次予選ジャンから仕掛けて主導剣取り後ろは敵になりましたが2着に粘り込みました。 去年のファイナリスト1番田川がマークです。オールスター競輪の一次予選で連係した近畿勢、寺崎と稲川並んでいって3番手短期5番岩津悠介つけました2016年のオールスター競輪の優勝者が5番岩津悠介その後に2番中野真二中段から運びます今日も中段の位置から2番中野真二後ろにつけて7番の,7番の渡辺幸則でしたが早めに動いている6番菊池武人 残り二周半で中団長野真治を抑える動きを見せました。六番菊地、後ろに三番和田健太郎と四番松谷秀幸の南関東勢がつけていく形で。中野真治の三番手に八番佐々木祐一です。 残り2周を切って前は6番、菊池武人今日は早めに前を抑える競争としました9番、寺崎引いてすかさず2番、中野伸二、ジャン前で6番、菊池を叩いて前踏んだ6番の菊池武人4番手中盤に収まりました。 9番、寺崎は7番手の展開で金。先頭2番、中野真嗣主導権を掴んでいます。7番、渡辺幸則と、8番、佐々木雄一、マーク人、福島勢、絶好展開なのか、残り1周切りました。その後6番、菊池武とは、動いた中段の4番手から、まくり返しを狙ってくるが、先頭は逃げる。2番、中野真嗣7番手から、ものすごいスピード。9番、寺崎幸平、1番、田舎が遅れた。 9番の寺崎のまくり、7番手から一気に北日本勢を捉える行方ですが、7番渡辺行の仕事があって、2番の中野信嗣、7番渡辺幸のあいだから3番和田健太郎すっこでかわしてゴール中段菊池武とは中野信二をまくれませんでした。そして7番手から合脚発揮のまくり、9番寺崎光平でしたが、乗り越えた後に3番和田健太郎が真ん中鋭く突き抜けてきています。2着に9番寺崎光平、そのうち7番渡辺幸のが3着。 連勝3番、和田健太郎1番は岡山、大田海也2番、大阪、南修司3番、福島、新田雄大4番、千葉、岩本俊介 5番山口桑原大志6番千葉根田隆7番奈良三谷隆樹、8番福島成田和也そして9番は福岡野田玄一理事長杯は逃げた3番新田雄大相手人気で合法になりましたまずはゆったりとしたスタート3番新田雄大わずかに出ています2番南修二内目 そして1番、太田海也もこの圏内ですが3番、新田雄大から誘導員を追っていきまして隊列が縦に長く伸びていきました7番、三谷竜輝が現在は4番手その後ろ5番、桑原大志6番の根田隆。さらに8番、成田和也ポジションを上げて3番、新田雄大を追っていきました後ろに4番、岩本俊輔最高峰今9番、野田玄一です。 牽制ありましたが福島両者先頭2番手前段を形成3番日田雄大から8番成田和也この順番です中段には近畿2人7番三谷隆起3番手から運んで2番南修司が直後でマークあと中国勢は中段の後ろとなりました5番手1番太田海也連携は5番桑原大使といった体制その後9番野田源一が短期で現在7番手 六番根田隆、四番岩本俊介、同期九十四期の千葉コンビ、八九番抵抗法です。二周回目にセンターを回っていきます。前の一三番日田雄大、昨日もこの位置から。逃げて七着でしたが、先行して菊池武と合わせ切り。十一秒三の上がりタイムをマークしました。日田の前受け、そして八番成田和也がマークを取ります。初日から菊池気配を伺わせた八番成田。 福島勢の後ろ中段3番手が近畿の2人で7番の三谷隆樹が3番手から行きまして追走する2番南修司あと1番大田海也中段の後ろ5番手から今日は行きます1番大田5番桑原そして短期9番野田源一と続いていましたが2周半手前から6番根田隆の進軍 根田と岩本同期生、千葉勢が赤番、3番新田を抑えに出ますが、忍び寄っている1番大高也3番新田か6番、ね田の上昇を突っ張りまして、前譲りませんが、1番大高也踏み上げて、5番桑原少し外れています。3番新田前から飛びついていきまして、福島勢2番手3番手、5番桑原の追い上げ、3番新田と並んできていまして、1番大高屋の後ろ並走。 そして6番根田隆が4コーナーから巻き返していきます。6番根田と4番岩本、千葉勢猛反撃。合わせるか一番大田海也、6番根田、一番大田海也主導権争い。そして後ろから7番三谷龍起のまくり。大田の先行6番根田は交代して7番の三谷がものすごいくでまくっていきました。うん、3番日大だ2番で取り切っていますが、捉えた。近畿勢7番三谷、そして2番の南修二、その後は8番成田和也が今日も外へ出して追い込んでくる。近畿両者7番三谷龍起が先頭で降臨。2着2番の 南か8番成田か巻き返した根田と1番太田海也のもがき合いを捉えた近畿勢は7番三谷隆起戦略勝ちでそして2着争いに2番の南8番成田並んで入りましたがうちの2番南修司優星か。 1>, 1番は青森・新山恭平2番京都・村上宏之3番です、長崎の新井貴博4番徳島阿武・畠智5番岐阜・山口健也6番愛媛・渡辺哲夫7番、新潟・諸橋恵八番熊本・松本英之介 そして9番は栃木天貝和樹年末か近づいてきましたそして7番諸橋めぐ恵今日は東の3番手で合法になりました5番山口健也川下外9番の天外和樹こちらが出ます1番新山京平2番手から行って連携する新山天貝今この両者で先頭2番手5番の山口健也が現在5番手3番手です 7番の諸橋恵が位置を上げにかかりまして2番の村上宏之3番、新井貴弘が中段の位置6番の渡辺哲夫と4番阿武智、畠智四国両者後ろでまとまりまして8番、松本秀之介が番手を上げていきます1周目4コーナーに差し掛かるところでいつものレーススタイル1番、新山恭平の前受け後ろに9番、天海和樹がつけて7番、諸橋恵で関東勢のマーク。 東日本が前で並んでいきまして。あと中部近畿が中段四番手五番手。五番山口健也。二番の村上裕之です。その後ろに八番松本秀之助。マーク三番新井貴浩二周目の三コーナー。後方に控えて四国両者四番畑智と六番の渡辺哲夫となっています。四コーナーに再び戻っていきまして。 成功法で1番新山強兵今日は関東勢を従えていく形です番手が9番天貝和樹スピード自慢の天貝準決勝進出戦は絶好の意思と言えそうですが3番手が地元の7番諸橋ぐ夢地元戦のセミファイナルをもぎ取れるかどうか7番諸橋その後5番山口健也中段前を行きました山口健也マークで2番の村上博之 二次予選 A は9レース、10レースとグランプリウィナーが勝っています九州勢が中段の後ろ8番、松本秀之介には3番、新井貴弘のマークで赤番が近づいていきます四国両者後方4番、里氏と6番の渡辺哲夫の体制まずは先詰めは8番の松本秀之介ですが自ら誘導を切って出た1番、新山。 九州勢の進出を逃さず打ちすくった四国勢、番手挙げましたが8番松本が短期で仕掛けの態勢です2度目の進撃8番松本秀之介ですが4番手、外でいっぱいになりました東日本勢の強固な連携、逃げていく1番新山恭平残り1周切りました後ろ9番、天海一樹、その後7番、諸橋恵です依然として主導権は東日本勢へばりつき4番手は8番松本秀之介と5番山口健也 山口県也出るスペースがありません。200を通過した。四国勢も後方展開。先頭は逃げる。1番、新山。そして9番、天貝和樹と振り込んでくる。ようやく5番の山口県也が4番手から前に接近するが、新山、天貝、山口健也間ならモロハシ並んで降臨。普段外食い下がり続けて5番、山口県也は最後の最後までスペースがありませんでしたが、道が開けてからは外鋭い伸び、東日本勢を捉えたかどうかというところで、 9番、天海の後ろにいた7番、諸橋恵も中を伸びてきて5番、山口健也7番、諸橋恵この両者並んで入りまして3着には1番、新山恭平が粘っています1番は秋田、森澤太志 2番埼玉、平原幸太3番、大阪作、古生優作4番、栃木増、増木匠5番、神奈川軍事公、郡司康平6番、福島、小松崎太一7番、広島、松浦雄二8番、京都、山田久典そして9番は福島、佐藤慎太郎。 平原幸太と増木匠の関東勢後方なって12レースローズカップがスタートしましたまず一取りは2番平原幸太から3番交渉優作並び合っていまして1番の森沢太氏が3番手になりました2番手伺ってくる1番森沢太氏ですが3番手その後5番軍事公平が4番手差がついて6番小松崎大地かまして上がる4番の増木匠3 関東勢前の位置になっていってあとは6番小松崎の後ろから8番山田久典もポジションを上げていきました前は関東中段が近畿といった初手のポジションで後ろに9番の佐藤慎太郎現在は8番手最高峰7番松浦雄二です関東勢前から運んでいきます今日も誘導員の後ろに4番増木匠が入りました初日もこの位置から 犬伏の短期かましを読んでいたかのような飛びつき策だった4番、マスギ後ろ2番の平原浩太が構えます昨日に続いての連携マスギと平原タイトルホルダーの2人すっかりとこの連携は定着しましたあと3番手、4番手、近畿の2人3番、古宋優作が前回り中段3番手から運びます後ろにつけて8番、山田久典初日は新山恭平の先攻の3番手からの突き抜けで快勝。 近畿勢中断前この直後、切れ目5番、軍事公平単独5番手です初日の上がりタイム全体の一番時計5番の軍事残り3周切ってその後に北日本の3人が並んでいきました6番手に6番小松崎太一です北日本の先頭を任されました6番小松崎山田久典に対しては昨日のリベンジマッチ後ろ9番佐藤慎太郎と1番の森澤太が各々続いていきまして動きます6番小松崎 そして去年のローズカップ覇者が7番松浦雄二短期で最高峰、赤番のホームに入りました関東勢、増木と平原に並びかけて6番小松崎、小松崎の抑えを突っ張って4番増木が主導権取り近畿勢も変わらずに3番、4番手3番、故障と8番、山田そして5番、軍事公平隊列よどみなく流れまして7番の松浦が切り替えて6番手展開。 6番小松崎は出直しの7番手。北日本勢を突っ張って、関東勢の先行、4番増木と2番平原。そしてもう一度進撃してくる6番小松崎。かましていきまして、4番松木に再び襲いかかってきました。しかしペースアップで、4番松木拓海、横を見ながら合わせ切っていきます。平原が仕事を狙ってきて、北日本勢は外浮いているが、9番佐藤慎太郎が降りてきて、3番の古書に絡む。1番森沢太志も乗じてきて、後方から5番軍事豪平がまくってくる200を切りました。このタイミングで3番古書ゆ作が関東勢に切り込んできている。3番古書 の裁き8番山田がついてきて近畿勢その後は9番佐藤慎太郎が内から追い込んでくる先頭3番交渉優作連勝降臨ローズカップ関東勢の先攻増木と平原巻き返した北日本勢をシャットアウトの逃げでしたが軍事公平もこの展開を逃さないとばかりにまくっていき,いきましてバックすぎ3コーナーから機敏な立ち回り3番交渉優作 ここも神業発揮で8番山田との近畿ワンツー3着には9番佐藤慎太郎ですさあそれではね最終12レース振り返っていきましょう4番の増木ラインがしっかりとね前を取ったとこの後ろにねこしょうがいてるまあ位置取り確かですね本来だったらね1番森沢がねこの位置を取ってないといけないと思うんですけれどね まあこの辺りが一度流のね、難しさというところになってくるんでしょうか。5番の郡司は3番の故障ラインの後ろからと。えー、まずは6番の小松崎がインを切りに行く。ここで切らしてもらえるかどうか。このレースの最大のポイントはここだったんじゃないのかなと思います。3ス杉とね、6番小松崎との叩き合い。 まあここはね、すんなりと小松崎ね、引いていきます。さあ、こうなってくると、絶好のね、番手の平原、そして3番手の古生ということで、 まあ私の中ではね、これで私の予想は完成したなというふうにね、まあ思ってたわけなんですよね。6番の小松崎が再度ね、かましに来ます。4番の松木、これおそらくモニター見てるんでしょうねえ。そしてここ合わせ切ると。2番の平原が牽制いったところ、ここですね、故障がすかさずね、うちに潜り込んでいこうとすると。ここからですね。はい。さあ、えこうなってきて、まあ平原をどかして、 さあ、平原をね、たっぷりとどかしましたので、8番もついてきたということでね、3、8、近畿ラインで決着と、まあ。9番のね、佐藤慎太郎、よくあそこからねえ、突っ込んできたなということで、まあ、今期のね、え故障の集中力、そしてね、え出来っていうのは、ピカイチなんじゃないかなと。どうしてもね、まあ今日雨が降っているということもね、えあるんで、まあ、軍事はねん、ちょっと故障と相性が悪いのかなっていうね、えそんな気がしますよね。再度、こうね、え直線。 平原もね、うち、開けてたわけではないんですけどね、あんなうまいこと潜り込まれてきたら話にならないですね。まあ、ここは平原がぼーっとしてたではなくて、まあ、さのね、故、え、障、ー、が、 すごくねうまかったというね平原は別に悪くないというレースですねさあ今日ね6レースから12レースまで予想したんですけれど残念ながら2車単マンコロは出ませんでした6レースから12レースの中で2車単一番大きかったところは9レース3番9番6900円ここはしっかりと的中しているということに、ねまあ、なりますんで まあ出ないものはね、狙えないということで、まあ、6レースから12レースまでね、投稿の方で、まあ、どこがしっかり当たってるっていうのはね、見ていただいてると思うんですけれど、まあ、今回ね、なかなかラッキーだったなと思うのは8レースね。 2級で410円、2社単でしかついてないんですけれど、3連単ね、1万1670円ついた。ラッキーと。えそして最終ね、12レース、ここはもうね、38ガチガチですよね。えそれで2社単960円、3連単が6380円。これは38からいっている人からするとかなりねえ、いい配当になったんじゃないかなというふうに思います。 この後はね、明日の準決勝、こちらの方をメンバーシップの方でね、出していきたいと思いますので、予想が知りたいなと思われた方は、説明欄にメンバーシップ登録用の URL 貼ってありますの、ね、で、そこからね、メンバーシップ登録画面に移っていただいて、メンバーシップ登録していただければ予想の方が見れます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。